ムロンシュ・ムロンド・ブルゴーニュは、フランス西部のロワール川川口付近のミュースカデ地区で栽培されている、白ワイン用ブドウ品種である。名前の通り、ブルゴーニュ地方でわずかに栽培されている品種であった。ムロンとは、このブドウがマスクメロンに似た香りを持っていることに由来する。1709年に、フランスを襲った異常気象で、ロワール地方ペイナンテ地区のブドウが、 当該によって壊滅的な被害を受け、その後に植えられたのが、さほど大した個性はないものの、寒さには滅法強いこの品種であった。やや刺激性のある強い酸味を持ち、新鮮でそこそこのフルーツの香りを持つワインは、高級品としての個性がない代わりに、どんな料理とでも気軽に合わせやすく、特に、ロワール川川口付近で採れる生ガキとの相性が良く、現在、ミュスカーデ地区では、 100%このブドウを使った白ワインが大量に生産されている。本来の産地であるブルゴーニュ地方でもわずかに栽培されているものの他の地域では全く作られていないローカル色の非常に強いブドウ品種である。ありがとうございます。